テレ朝動画。冷たいうちに混ぜておきましょう。なるほど、はい、ね、火つける前に。なんかむっちゃ簡単ですね。もうとりあえず混ぜればええっていう、ね、はい、はい、そうです。あ、綺麗綺麗綺麗、はいはい、あ、おいしい。人参のね、風味のこの塩梅がもう抜群。こんにちは、ハイキングウォーキング松田です。今日も皆さんの心に潤いが生まれるとっておきのレシピご紹介していきます。さあ、そんな素敵なレシピ紹介してくれる先生、この方です。どうぞ。よろしくお願いします。どうぞこちらの方に。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。無農薬の世田谷野菜や果物を使用した野菜スイーツが女性たちに大人気。東京世田谷区経堂にあるケーキ工房7つの水仙のパティシエ、伊佐山美佐子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、というわけで先生、今回作るのは何でしょう。キャロットオレンジのミルクプリンです。キャロットオレンジのミルクプリン。キャロットオレンジっていうそのオレンジがあるんですか。キャロットは栄養もあるし、はい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 、あの小さいお子さんとかは人参が嫌いな子が多いですね。そういうゼリーにするといただきやすいので、はい、スルッと召し上がれると思います。はいはい、キャロットとオレンジはまあ別々で使うということですね。キャロットとオレンジは別々だけど一緒に使うってことですね。そうですね。で、キャロットオレンジですね。はい、ようやく理解できました。はい、すいません。さあ、それでは早速ですね、今日も素敵なゲストをお迎えしております。今日のゲストはキングコング西野くんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。いや、もう今2分ぐらいやり取り見させていただきましたけど、まるで噛み合ってなかったですそうです。まあ、僕はだからこう、こうやってそのグルメの番組に出させていただく機会ってあんまりないので、はいはいはい、もちもちしちゃってるのでそこがガタガタとされちゃうと僕不安になっちゃうからそうですね。よろしくお願いします。はい、そこはバンバン突っ込んでいただいて。あ、そう、もう入っちゃっていいんですね、よから。そう、全然入っていいですから。さあ、西野君、はい、ここに来るとね、はい、まず梅酒を飲んでもらうというね。梅酒ですか。はい、何いただいてもいいですか。いいよ、何でもここにいっぱいあるけど。じゃあ、そのなんかその限定熟成って書いてある。限定熟成、これ、はい、はいはい、どうぞどうぞ。あ、美味しい。あ、よかった。あ、飲みやすい。だから、うん、ちょっと3年熟成とか聞いてたので、うん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 、ちょっと癖が強いかなとか思ったんですけど、うん、非常に飲みやすい、ね、はい、さらっと入ってくるでしょ。これ結構でもちょっとアルコール強いですけど、これいいですか、うん、僕酔っ払っちゃって。全然構いません。むしろ酔っ払ってください。いいですか。はい、これこの後ルミネなんで。ダメだわダメだわ、やれて抜いていい仕事じゃない。ダメだわ大丈夫ルミネやったら、はい、番組収録やったらちゃんとやってますけど、ルミネやから、はい、いやいや、ダメです。酔っ払おうと思います。酔っ払っちゃダメです。はい、幸せレシピがあなたの心を豊かにしてくれる潤い食堂。さあ、それで先生、材料紹介してください。はい、はい、まずミルクプリンを作っていきますので、はい、ミルク、ミルク、牛乳、お砂糖、はい、砂糖、はい、それから粉寒天です。粉寒天、はい、寒天で作るんですね。はい、ゼラチンとかではなく。え、ゼラチンでもよろしいんですけど、はいはい、寒天の方が早く固まるということと、はい、体にも、はい、よろしいかなということで、今日は寒天で、粉寒天、分かりました。そしてこちらが、こちらがその上になります、はい、キャロットオレンジのゼリーです。はい、なるほど。で、こちらがオレンジジュース、はい、オレンジジュース、これ 100% だったするんですか。そうです。あ、 100% のオレンジジュース、はい、そして、うん、でこれ無農薬の人参です。人参、はい、お砂糖と粉寒天です。粉寒天、ね、先生、このオレンジとこうミントですかね、はい、これは、はい、ゼリーが固まった後に、はい、ちょっと上に可愛くトッピングしましょう。はい、トッピングで、なるほど。ゼリーとか作ったことないでしょ。いやー、ないです。ないでしょ。まあ、料理しなさそうだ。あー、もう全然しないです。そんなに強く否定する。こういう番組で言っちゃダメなんですよ。いや、本当にあんましない。でも食べるのは非常に好きなんですけど、好き嫌いはあんまりないので、食べるのは非常に好きです。わかりました。さあ、それでは早速作っていきましょう。はい、さあ、先生、まず何からやりましょうか。ではミルクプリンから作っていきましょう。ミルクプリン、はい、わかりました。さあ、はい、その前にですね、西野くん、はい、ここでワンポイントクイズ。あ、クイズですか。はい、はい、なんか、こちらの方にフードプロセッサー、そしてこれはですね、これなんていうんですか、ヘラ、ヘラ、ヘラ、そしてホイッパー、はい、これ3つあります。この3つの中のうちどれで混ぜていくでしょうか、お答えください。3択ですか。3択です。ね、料理素人ですからわからないでしょうけど、はい、まあ
ね、液体ですからね。パッと答えてこれぐらい、そんな悩む時間ないでしょ、ね、そんなに悩むね。いやいや、すいません、Q様じゃないから、すいません、長く映りたかったです、すいません、わかるけど、すいません、ごめんなさい。どれだろう、まあ、なんとなく、なんか空気が入った方が良さそうですから、こいつかなとか思ってるんですけど、ホイッパー、はい、ホイッパーかなと思ってるんですけど、はい、わかりました、はい、先生、正解は正解はゴンベラです、はい、泡立てるとかするわけじゃないってね、そうですね、はい、泡立てると気泡ができますので、はい、できない方がいいので野菜を混ぜてあげましょう。あ、なるほど、やっぱりプリンはね、滑らかじゃないとダメだから、そうです ね、 あ、ね、あ、ちゃーってやるわけじゃないですね、はい、あ、なるほどね、ガサツな男は嫌いもっと嫌われるんですよ好感度の上げ方知らないですよ最初教えてください、ね、そう、丁寧に丁寧に決めますね、はいはい、さあ、じゃあ、これをまず鍋に入れる、はい、ここの中に入れましょう、ミルクを入れて、はい、お砂糖を入れて、わかりました、はい、入れましょう、全部、はい、全部入れました、はい、そしてお砂糖を入れて、お砂糖を入れる、はい、さあ入れちゃいました、はい、そして寒天も入れましょう、寒天も全部入れちゃいますね、はい、粉寒天、ね、粉寒天、はい、入りました。で、まずここでよく粉寒天も冷たいうちに混ぜておきましょう、なるほど、はい、ね、火つける前に、はい、はい、これ大丈夫ですか、はい、わかりました。これなんで火つけたらダメだったんですか、今の熱が入ってしまうと寒天が固まってしまう、はい、あ、ね、そんなすぐ固まるもんなんですか、はい、ね、寒天って、寒天固まる、うちの相方もね、コメント求めるとすぐ固まる寒天芸人、寒天芸人寒天芸人新しい、さあ火をつけていきましょうじゃあ中火でいきましょうか、中火で了解でございます、はい、これで混ぜていくんですね、はい、し優しく、はい、沸騰直前ぐらいまで、沸騰直前、そのじゃあ見極めだけですね、ポイント的には、はい、なるほど、これは西野君にもできるんじゃないですか、はい、そうですね、だからその包丁を使ってカン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 って、ああいう技術的なのは僕無理ですけど、これだったらね、そうそうそう、ね、絵本とミルクプリンを作る男っつってね鼻につく野郎ですよ確かにミルクプリンとそういうのがそうそう、はい、そろそろいいようです、そろそろいいですか、わかりました、じゃあこれ火を止めて、はい、止めましょう、はい、そしたら粗熱を取りましょうか、あ、じゃあこのまま置いといていいんですね、わかりました、西野くん、はい、ボトル持ってくんなよあの、いいけどね、本当楽しい番組ですねまた呼んでくださいね、いや、もう全然大して面白いこと言えないんですけど、いやいや、グルメ番組に呼ばれる機会ってないですね、そういえば、もう僕5年前ぐらいだと思います、はい、あ、グルメ行ったの、はい、わあ、そう、いや、ありがとうございます、いい、これはもうグルメ番組じゃなくて幸せな番組幸せ番組一番いいじゃないですかはい、じゃあこれちょっと粗熱が取れましたので、落とし替えて、うわ、もう固まってきてますよ先生、本当ですか、はい、トロトロっとなってきてます、はい、そこにあの、はい、均等に流していきましょう、わかりました、うん、先生これ 、はい、量が分かんないですね、難しいな、ちょっとずつ入れます、お茶入れる時みたいに何往復かしたい、あ、なるほどね、はい、採用、それそこに横に線がありますよね、はい、はい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 、ちょっと僕線がね、ね、苦手なんですよ、上から苦手ですよ、ね見づらいですよね、あ、そうなんですか、そう、俺線見えない、本当に線苦手ですね、そう、線が見えないんだね、このかな、真ん中のやつちょっと少ないです、真ん中これでいいかな、あ、いいですね、あ、いいですね、いいですね、あ、こっちから2番目のやつ、すごいな細かいよ固まっていいですかね、先生、はい、で、少し冷やしましょうか、はい、どのぐらい冷やしますか、先生、次のキャロットオレンジのゼリーができるまで冷やしておきましょう、わかりました、キャロット、俺ね、母ちゃんがあの人参ケーキみたいなの昔作ってくれたんですよ、あれ美味しかったですね、なんか人参ケーキ、人参ケーキ美味しいですね、はいはいはい、あんまりこう甘すぎないみたいな、はいはいはい、美味しかったです、お前はちっちゃい頃シャレたもん食ってんなキャロットケーキだと育ちいいですよ、育ち、育ちがいいから、本当育ちいい、お母さんが、さあ続いてまいりましょう、先生、次ははい、キャロットオレンジのゼリーを作っていきましょう、キャロットオレンジのゼリー、はい、まず何しましょう、はい、はい、オレンジジュース、はい、ここに中に入れて、先ほどと同じですね、はい、お砂糖と粉寒天を入れて、はい、入れていきます、すみません、はい、で、お砂糖を入れて、そして粉寒天を、なんかむっちゃ簡単ですね、もうとりあえず混ぜればええっていうね、はいはい、そうですね、混ぜておきましょう、はい、そしてそこに人参をすりおろして入れていきましょう、はい、寒天だから温める前に混ぜないとあかんっていうことですね、ね、そうそうそう、すりおろしてこのままいっちゃっていいんですか、はい、え、皮ごといっちゃうんですか、皮ごといっちゃうんですね、はい、お野菜とか、はい、あの果物もそうですけど、はい、皮と身の間に栄養がありますから、はい、皮ごといきましょう、うん、あ、なるほど、なるべく皮をね、むかずに使っていくと、え、じゃああれ、あの時とかどうするんですか、カレーの時とか
あーね、あの時の人事どうしましょう、今度やってますけど、ね、口当たり悪いでしょ、多分カレーで変わった、そうですね、皮付きだと、そうですね、そうですよね、やはりこれは今吸ってるので、おろしやったらってことか、うん、はい、先生疲れたんでもういいですか。いやいや待ってくださいよ、これ帰りましょうか。いや大丈夫大丈夫、はい、人参すりおろしたやつ売っててくれればいいですけどね、確かにね、そう、ニンニクとか売ってるじゃないですか、ニンニクとかね、生姜とかはね、すりおろし、すりおろし人参ってないですね、確かに、はい、そう、ありますよ、それとか粉末の人参もあります、はい、そういうのをあの使っても忙しい人はいいと思います、ね、あとあの人参のジュースもあるので、はい、オレンジジュースと人参のジュースを半々にしてもできる、あれじゃあジュースだけでできる、はい、ただあの本当の人参を入れた方が香りもいいですし、はい、いしでもジュースでもいけるってことですか、はい、かき混ぜて火にかけていく、はい、作れますわね、本当誰でも作れちゃうこれは、はい、あの今まででね作ってもらったスイーツ一番こう思い出に残ってるスイーツありますか、僕あれをスイーツって言うんですかね、ね、側がこうグニャグニャってなってる こういうやつです、側があのマドレーヌ、マドレーヌ、マドレーヌ、あれは嬉しかったですね、あの小学校の時に、小学生のマドレーヌ作ってきた、その時にね、あの好きな子がね、まあそれは僕だけにじゃないんですけど、あの、ね、大人、仲良しのお友達に一人一個ずつ配ってくれたんですが、あれは嬉しかったですね、すごいもんもらってんねマドレーヌ、なんかチョコレートとかでまだね、クッキーとかさ、最近そういうのないの、スイーツですか、スイーツじゃなくていいや、もうこの際、最近恋愛はどうしてんの、あ、俺はね、ギャルと付き合ってるんですけど、え、いや僕ね、ほんとキャバ嬢のギャルと付き合ってるんですよ、いや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 、どうしたらいいのそれ、どっちそれ、ほんとです、ほんとです、いや、嘘くさいし、いや、ほんとなんです、ほんとゴリゴリのギャルと付き合ってるんですけど、嘘つけ、いや、ほんとです、ほんとです、3年ぐらい、でもその子は、うん、結構料理とかもしてくれるので、あ、なるほど、だから手料理とか食べたりするの、します、なんだ、オムライスだとか、ああいうのを作ってくれる意外とね、うん、ギャルはいいんですよ、ちょっと待って、今までのタイプが一変しすぎて、一変したんですよ、うん、それまではね、なんでギャルの透明感のある、うん、ああいう女性が好きだったんですよ、ね、なんかギャルのね、能天気なね、私あんま深刻にならないんですよね、やっぱ、うん、それ自分の彼女のこと言ってるんだよね、いや、そうです、能天気とかなんかこう、話題があんまり深刻にならないって非常にいいですよ、あ、すいません、はい、あ、もう出来上がってます、出来上がってた、危ないよ、礼儀とか全然できないですからね、言ってます松田さんに会っても松田じゃねって言います、ね、先輩であろうと、それが面白いんだよ、でもなんかその感じがちょうど良くなってきましたね、なるほど、はい、先生、これでまた粗熱を取ってくるんですね、はい、先生、これは冷やさないとダメなんですか、あったかいうちに入れちゃったらダメなんですか、そうですね、せっかく白とオレンジという2層の層を作りたいので、うんうん、少しだけ粗熱を取って入れます、混ざっちゃうんですね、そうですね、入れちゃうと、はい、で流していきましょう、あ、これ量は先生フルーツを飾るので少しフルーツを飾る量を残しておきましょう、あ、綺麗綺麗綺麗、こんなんパッと作れたらいいです ねやっぱ女性からしてやっぱ料理ができる男ってやっぱいいですか、うん、やっぱりいいと思いますよね、これからの男は特にねえ、ね、お料理男子なんてね言ってますからね、よく流行ってます、例えば彼女にこういうの作ってあげたらすごい喜ぶかもしれないですね、なんかねゼリー作ったよとかってそうそう作ればいいじゃん、ゼリーじゃねっつって言いますよ見たものにじゃねをつけるだけですからこれゼリーじゃねっつってゼリーだよっつって、はい、これでとりあえずゼリーは出来上がりました、はい、で固めて、でその間にオレンジを切って、はい、ああなるほど、はい、分かりました、そっか、この上にトッピングをするんですね、はい、なるほど、これをね、先生これオレンジはどうやって切りましょう、そうですね、うん、その人 の、 はい、センスで切っていきましょう、これはちょっと松田さん、いや、センスで西田君聞いてくれよ、なんかこの番組に来てくる先生みんなが松田さんのセンスでっていうのいや分かりますけど松田さんのセンス、これは1投目は、あ、そこですね、この時が一番楽しいですね、この時が一番楽しい、なるほど、どうやって飾り付けしようかっていうね、うん、まあ、でも器も結構ちっちゃかったですもんね、ねえ、そうなんだよ、そうなると、そうだな、どうしようかな、先生だったらどうやってやってるんですか、いつも、あ、そうですね、うん、私だと口型には切らないんで輪切りにじゃあ鼻で笑われてるじゃないですか、辛いですよ先輩がこんな笑われてる、口型ってイメージないです、あ、輪切りねもうじゃあそういうのは先生こういう手に出ますよ俺は、あ、こっちね、いいですね、はい、それ可愛いです、あの、うん、ね、それいいじゃないですか、うん、
こういうのできますよ。はい、これ緑色の葉っぱ、これなんてやつでしたっけ。ミントミントです。緑色の葉っぱじゃバジルとミントの差が分かんないですけど、これ全然違う。違うんですか。全然バジルとミントと間違う。ミントミントがあるのいいですね。はい、こんな感じで、まあなんかやりますよ、うまいこと。はい、いやー難しい。ああ可愛い、ああ可愛いじゃないですか。でかすぎないです。いいですか。ありで、ああありで、ありがとうございます。いい見栄え綺麗は。はい、ミントミントね、これねちょっと飾りにくいからね、倒しちゃおう。オカマみたいになってきました、ね、誰がオカマだすごい素敵ですね、松田さんのセンスが出てますね。松田さんのセンスは、あ、むっちゃいい。あ、これむっちゃいいですね、こんな感じかな、飾り方に。あ、素晴らしい。はい、はい、トレンチのミルクプリンの完成です。あ、できた、はい。